ガラスクエア出演者でね、声を掛け合って上野駅周辺でストリートライブを十数組ですよね、やって、まあ、僕はあくまで声をかけられただけなんですけども、みんなで、チラシを配りましてってやってたんですけど、そんな中でも、一歩前に出たケンシ君、彼がね先頭を切って、その前からずっと前からチラシを計400枚いろんなところでストリートライブやったりとか、まあ中心は上野でストリートライブをやって配ってくれましたね。大きな拍手をケンシ君にお願いします。ね、こうやって、ね、長くやってるアーティストとか新しくやってるアーティストとかが一緒になってね、ミュージシャン同士が一緒になっていろんなことを一緒に生んでいけるっていうのはすごくいいことだなとつくづく思っております。これからもね、このつながり仲間を大切にして、そしてお客さんとともに日本の音楽業界を盛り上げていけたらなと思っております。ぜひぜひね、いろんなミュージシャン今日も出ました。いいなと思ったら声をかけてあげてください。 CD を買ってあげてください。それがきっと日本の音楽を変える力になります。ぜひぜひ今後とも出演者一同よろしくお願いします。それではね、最後盛り上がって録画にも終わろうと思います。知ってる人は一緒に、知らない人も一緒に歌いましょう。それでは最後の曲聴いてください。